はい、皆さんどうもこんばんは、ピナミキです。はい、どうもこんばんは、はねはねです。はい、今日はね、試合直後で早速なんですけど、まあ、2v2 のね、解説ってことで、撮っていきたいと思います。はい。でね、はい、まあ、まず盤はトルネードとランバージャックバンになりました。ちょっとこれ予想外で、予想外っていうか、まあ、だいぶ僕は予想してたんですけど、まあ、キョスケバンが来るかなと。過去こっち結構キョスケ使ったデッキでなんか勝ったりしてて、で前回はキョスケバンだったんですけど、なんかそれ通りで、キョスケバン来ると思ったんですけど、まあ、ランバージャックバンってなってる。相手は結構キョスケ使うチームだったんで、まだ使いたいっていうのと。どっちかっていうのは思ってたんですけど、まあ、これ正直美味しかったですね、バン的には。そうですね。多分相手としてはランバーを潰せば、キョスケホグも潰せるんだろうっていう考えだったと思うんですけど。甘い。甘い。甘いですよ、それは。甘かったですね。で実際はね、キョスケが空いた状態ってことで、まあ、花早さんもね、いるってことで、まあ、がっつり使おうっていう話になって、キョスケホグで。行きました。そうですね。ランバーはまあおまけなんで、ね、言うて。そこの枠を代用してね、行こうって感じになって。相手も結構 2v2 強いチームなんでね。うん、で、キョスケも使ってたんで、まあ、キョスケミラー、全然ありえるなっていうことも話してましたね、ここで。でも、キョスケミラーじゃねえわね。本当にそうなんだ。ということで、まず第1試合が始まりました。ということで。はい。毎回あのさ、プシューって音もすごいでかいんだよね。そうそうそう、スタートしてプシューってなるから、ね、うん、すごい大きいんだよあれ、うん、ヘッドホンしてもすごい大きいっていう。落ち着きたいんだけど、思ったよね。そう、毎回驚くんだよあれ。で、初手は雪玉とまでと決めましたね、うん、まあ、デフラマーシという意味もあって強すぎね、でこれ目を切ってきたので、マスケとキョスケを合わせてあげて、これ相手ももうキョスケの形で、あ、キョスケミラーだってなって、うん、まあ、ここはゆっくりゆっくりと、まあ、スキラカディガっぽいかなって。で、ここ若干ミスった説はある。あ、そうだね、ここミスちゃって俺影も取れてなくてこれはほやったな俺、まあ、ちょっともってないですけど、まあまあまあ、ゆっくり続けて、ね、この試合もってるアスビリだったな、これは、うん、まあ、従来はたまにキョスケに竹取ってもらって僕を通すっていうコンセプトなんですけど、うん、ちょっとね、まあ、ここも、まあ、攻撃残ってるんで攻めようと勝ちになって、まあ、フリーズで攻撃してくれると、うん、ダックが強いのかなというか、これ殴らないとね、フリーキが強いね、これね、うん、いわゆる神の位置ってやつですか相手の攻撃を食らずに叩けるっていう。で、キョスケ展開して若干遅れた方がいいかな、これアホくないのか、この時僕はさっき使っちゃったのかな。そうですね、うん、で完封されちゃいました、うん、まあ、言うてこのダックフリー死んでくれるんで、そんな悪くはない。ここどうだったかな、俺前見から出したんだけど、うん、ケツケツで合わせてよかったかな。ね、まあこれでも全然いいと思う。なんかね、怖かったんで、ね、その、うん、下から出すと竹がどうなるのかなと思って、うん、あ、まあ、これだったら別にホグに繋げられるし、うん、いいと思うよ、全然ちょっと分かんなかったな、そこは。まあ結果、ホグでクリックを打ってと、うん、やっぱ1枚だけじゃ突破できないんだよね。そうこの時はエリクサがね足りなかったね、1位ぐらい足りなくて、やっぱ合わせついて、でここでスケラでそのミニピラ先にこれマスケ叩いて、うん、ここでピキアが登場するんですよ。そう、ピラちゃんがこれ試合前に相手スケラ使うチームだから、そうピキアを打ってるかもしれんから、もともとはコウモリの枠なんですけど、ピキアをキングラから出すと ほとんどスケラが入らずに防衛できるんで、ピンザシェルと入れとこうって話になって、これはもうファインプレーですよ、ここ、ね、ピラちゃんの。これはね本当に大きい、コウモリやったら正直厳しかったもん。そうね、ポイズンとか、まあ、フリーズとかで解けるんで、うん、付けの防衛が厳しいって感じになってたんで、スキラが全く違うんですよ、ね、うん、この時流行ってるよね、このスキラね、うん、なんかキョスケスキラみたいな。そう、まあ、トレネードありの状態でも結構流行って、うん、全然このデッキで来る説あるなと思ってましたね。これね、まあ、防衛しつつ左を攻めてね、結構削れてるんですよ、これがまた、ね、やっぱ強いね、このホグクリックは。で、ここでもう一回スキラ来て受けてあげて、うん、縦スキラ来ても全然防衛いけんね、もうおまけのフィギュアもついてきて、うん、完全にスキラが入らない状態と。ミニペッカとホグライダーで、左の方はホグとクエイクで攻めてあげる。クエイクのダメージがだいぶでかいんでね。そう、クエイクだけでも削れていくからね、これね。クエイク削りでもいいなって話はしてましたね。そう、クエイク一発で183削れるんで。そう。で、2発打つと360で、単純にクソ重いんで。ライトニングよりも得なんですよね。で、ここちょっとね、怖かった。そう、フキアいねえってなって、うん、結構入るんだよ。やっぱフキアがいないと入る。うん、でも左で刺さったかな、これ。うん、ちょっと危なかったけど、うん、まあ、それの方が早かったですと。1本取りましたね。
まずは一本を取って。お、吹き矢よかったなって言ってた。そういう会話してたファインプレーやな。でね、これまあ連投ありやなと思って、キョスケホグ、キョスケ空いたらそれは使うわっていうので、うん、まあ、確実にメタってくるんだろうっていうのはまあ考えたんですけど、まあ、何メタライトも勝てる自信はあったんで、そうですね、連投をしようっていう話をしてましたね。何何何そうだね。あと何話したかな。なんかあの相手になんか書いてるフリしよう。いや何もしなかった。いや何もしなかった。そうそう、めっちゃ余裕かすけど、そのデッキも待って。何もしてない。めちゃめちゃ書いてた今。だって何もしないとだってバレちゃうじゃん。まあね、伝統やな。何かしらしないと。そこも大事なんでね、相手の動作を見て伝統できるかできないかっていうのを、少し老舗なんだよ、そうですね、デッキのこの時間は。シーズン通してみると結局操作したけど変えてない、そう連投でいったということで2戦目はちょっと相手意外でしたね。キョスケロイ試合かな、確かキョスケロイ試合で、うん、ちょっとね、俺ちょこちょこ見せたね、どっちも。そうだね、両方とも俺も焦っちゃったから、ちょっとホグ出しすぎたなっていう気はしてる。そこもね、ちょっとおのおの見ていきたいんですけど、まあ振り返ってないんだよね、ちゃんとね。うん、本当試合直後で、そう、本当に今試合直後なんですよね。このまま取ろうって流れになってるんでね。まず、まあ、コウモリ切って、うん、で目汚してきたのかな、ま、これに対して、あ、そうね、あれマスキ切ったんじゃなかったっけ、確か。あ、違うか、なんか一回危なかったよね、そのキョスケと。ああ、そうだね。先行して、交換？いや、あ、違うか。これ、ただ3試合目じゃない？ 3試合目かな？ 3試合目。危ねえってなって。もう、これ単体のじゃん、さすがに。これは美味しかったね。ミニペイ出てたんで。もう、行っても一発とかで寄せるのかな。うん。うん。美味しいなと思って、ここは。で、左肩つけたんで、ホグを流す。左サイド、ホグライダー。同じようなデッキになります。ここはエレクトロリザードとベビードラゴンで防衛していきました。で、左ちょっと若干怖いですけど、ここはキョスケロイ切ったのかな、うん、で、吹き矢もつけたと思う、うん、これがね、キョスケの強さでしたね、全部受けれるんで、これでちょっとキョスケ延命して、ホグにつなげようっていう考えですね、うん、このルルがうまかったね、うん、ちょっとやだよね、これうまかったな、吹き矢も死ぬし、キョスケを取る、そうそうそう、クイックが合わせられなかったんだよね、そうね、ここで俺1枚使って大体そのクエイクって2枚ですとどんな施設でも壊れるので、そうなんですよね、基本は合わせて打ちたいんだけど、その1枚だけ打ってもちょっと残っちゃうんだよね、そう残ってチコがやっぱ建物にいっちゃうんで結局死んじゃうんだよね、今俺使ってもう一回その行って使っちゃうとサイクルがずれるんで、そうなんだよね、流れがね悪くなっちゃうんだよね、1枚で使うと現状いいんですけど後々ねちょっと響いてくる、ずーっと悪くなっちゃうんだよね、そうそうそう、流れがね、これもあのアド取られてるんで、これミニペでね、これ強すぎ叩いちゃうとミニペ死んじゃうんですよ、だから待ってロイジャイから叩くって感じですね、うん、そうね、でインフェタワーでつって、ここは完璧、これいらなかったかもね、インフェタワーね、これミニペいたし、そうね、うん、だから後々その、まあ、この位置ってそのライトニングとタワーを巻き込まない、あ、インフェタワーとタワーを巻き込まないっていう意味があるんですけど、うん、ちょっとねリスキーなんですよね、そうエレキとか出されちゃうとね、そうエレキとか端前で結構ユニットで壊されやすいんで、そうライトニングでやられない代わりに、うん、そのユニットで対処されちゃうっていう、とかあとユニットに巻き込まれたくないっていうのもあって、うん、あそこに置いたいんですけど、ここはインフェのそれも響いちゃったかな、うん、しかしユニットで防衛、ここはダメージリードは取ってるんだけど、なんかね、防衛がそうそうそう、流れが良くなったね、そのままインフェを置いて、うん、いいんだけど、あーさあ、ミニペが目の前に溶かされてるのか、ライトニングも食らっちゃったし、どうでしょう、ロイジャイは一発は入ります、ちょっとなんかリズム狂ってんなと思い始めて、そうですね、ここで死んじゃうとまたね、そうで、ここでクイック1枚しか打てないのかな、うん、そもそも打ってないのか、打ってないね、ここからですけどダメージはほぼエレキぐらいかな、確かこれもいらんかったかもしれない、いや、いるくないっすね、マスケだけで受けあるって言われて、まだ受けるわ、そっかそっか、
多分入ってたと思うな。あと多分単純にエリキしか受けなかったと思う。これなんか退学したっちゃって教育ってみたいな。いやもうなんかそ う, もう、ね、これはもう毎回ここにいい部屋置いちゃって。ここはフリーズです。やっぱ一回サイクルが狂っちゃうとね、ずっとヒマリで起きまくる、さすがに読まれちゃうんだけど、結構かぶっちゃった。キャスケはさすがに入ると思うし、試合が終わっちゃうんで、やべやべってなって、どっちもキャスケが出す。どっかでサイクルが崩れちゃうと、そのままずるずる、ここもいい風に釣られちゃって、1枚しか打てなくてみたいな。結局、ホームが入らず、そう、あれ、キャスケ来たと思って、何でもと。あ、そう、ここにまた置いちゃって、メガゴンのためになって、みたいな。ちょっと雑だったかな、これ。ロイザイのダメージが入っていきます。さらにメガガーゴイルの一発。キョスケホグで負けたのって初めてだ。そうだね。そうそう、だから、あれ、ちょっとこのデッキ相手次来たらまずいのかなと思って。でも俺はこれあの連投すれば勝てると思ったらプレイが悪かっただけで、いろいろあのキャスト以外にもデッキ持ってたんですけど、それでこんなにで勝てるかなっていうのは考える時間が欲しくて、まあ、タイマーとこれ取りましたね。取るか迷ったよね。そう、取るか迷って、でも1分ってめちゃめちゃ短いじゃん、この中での1分って。1分じゃ決めないと思ったから、まあ、タイマーあたりプラス1分と、まあ、監督さんとね、選手1人が組んでそこで話し合って、多分、まあ、僕の予想なんですけど、これ相手がこれ連投してくると思ったんで、まあ、どういう対策をしようかなっていう話の時間を空けましたね。そうだね。あとその吹き矢を抜くのかどうか。そう、あのね、あのスキラ用で吹き矢入れてたから抜いてもいいのかなと思って、俺は抜いてもいいかなと思って、うん、でも俺はそのワンチャンスキラもう一回来るから、そうそうそう、もう一回来た時、あったら有利だから、そう、残しといた方がいいなと思って残したままにしましたね、それは。であれやな、そのロイザイ見て、その縦隙のとこをミークにして、より強くしようってことで、そもそもデッキ変えるかどうかもちょっと迷ったよな。そうね、他にもデッキあったから、他のデッキでこれ勝てるんかなと思ったけど、まあ、このデッキが異常に自信があったんで、そう、俺はあのデッキ相性はいいと思ってたから、これ、だからそれでいけば、プレイだけ見直せば勝てるから、ね、いずれが狂って、プレイがおかしくなった部分だったから、うん、そう、だからそれ、ちゃんと反省して、次に生かせば勝てると思ったから、言っても3連投だからね、さすがに相手も分かってくる、立ち回りは分かってくるから、ちょっと怖いんだけど、うん、まあ、でもタイムアウト取って3連投って、なかなか相手も予想しづらいよね、うん、多分、これに対してのメタデッキをあの当ててくれんかなっていうふうに、相手も考えてる部分があるだろうし。結構話したよね、ギリギリまで。その、縦線を。縦隙をミニペに変えるとか、吹き矢を抜けるかどうこうとかね。うん、でもミニペ2枚にしてだいぶ正解だったよね。正解だね。大正解。結局、そのロイジャイとそのキョスケでのマッチアップになったから。そうだね。結構、ジャイプリプリに対してもキョスケいるから、割と縦線いなくてもなんとかなるんだよ、うん。光栄がね、だいぶ潰れるんだよ。もともとランバーだったわけだからね。ミニペの方が確かに似てるっちゃうねって思う。そう、結局ランバーのとこをミニペ2枚で代用したっていう。うん、あんまその役割もね、まあ、攻めには特化してるんですけどね、ランバーは。守りにより比重があるミニペで変えてって言うんですね。ミニペなんか安心感あるんだよね、防衛で。地上に対してはもうめちゃめちゃ強いんで。そう、エリキとかマスケとかワンパンしてくるから、あれがでかいんだよね。パコン、パンケーキでパコンする、ね、うん。あれが強いんだよね。ロイジャーに対してもだいぶダメージを与えてくれる。そうそう、ランバーじゃなんか届かないようなさダメージ出してくれるから。そうそうそう。あとあれやな、その、ずっとインフェ俺端前に置いてたから、そこもちょっと気をつけて。がいてテンパに言われて、確かになと思って、ずっとあそこ見てたんだよな、そのライトニングが怖すぎて。まあでも分かるよ、そこの位置を置くの怖いもんね、ライトニングね。そう、3点取られるときついんだよね、うん、で初手は確かに良かったんだよ、素晴らしい。 あれやったのは確かマスケの、うん、おっとってなって、ね、そうそう、俺が一マスずらしちゃったんだよ。そうそうそう、従来はね、あの左に一マスずらすってなって、ここかなども打ちません。そう、マスケちょっと今日おかしいもん。これ先行してたらちょっとまずいんですけど、なんとか潜り込んでくれた、下に行ってくれて。これ初手からだいぶ美味しかったんで、メガゴが2枚取れて、かつホグもつなげられたんですよ、ね、うん、これ賞味マジ美味しいんだな、メガゴ。でクエイクも2枚合わせられたな。1枚、あ、1枚かもできる、1枚やけど、うん、このなんだろう、その相手の、まあ、メガ5枚とかキョスケも取れたんで、うん、ダイバードも取れてるなって感じで、もう一回キョスケ作って、で、このダックピア美味しいと。うん、4アドです、ね。非常に多分、4アド。そうなんやな、アドが取れてるんだよ、ね、これなんか、ね、で。こういう光栄も全部キョスケが倒してくれるんで、どうせ。正直全部美味しいんですよね。このロイジャーも謎だよな。確かに。スキアがずっと働いて、で、ここミニペで取って。うん、それが手当てがなくなるんで、こっちはまたキョスケかな、キョスケで、あ、しないか、は
で、めっちゃ削れてるんだよ。あれと思って。右も一発入る。そう。めちゃめちゃ美味しいんだよな。で、これ食い切ったのかな。あ、今やってる。そこで合わせたって感じ。合わせるのが強いんだよね。そう。一瞬で壊れるから。やっぱ対応しないとホグも投げるんで、相手にティアも使って。ダメージリードかなり開いているので、で1400がね、クエイク2枚で 1000まで削れて、もうこのサイクルを作れば、本当にあとは攻め続けるだけなんで、うん、で俺、ここ、独断でいったわ、勝手に。そうだね、ちょっとやべえかなと俺思ったわ、それ。そのプレイ。そう、多分思うと思うんだけど、うん、全然、アロモソレトと思って。うん、手裏的に流した方がいいなと思ったから。俺はあんま単体ホグにしないんだよね。キョスケホグをつなげたいタイプだから。そう、でも、うん、多分インフェ切って、うん、でホグ流したら、まあ、ユニットだけでいいから、うん、そこをキョスケ受けてほしくて、うん、独断でやっちゃった。あ、いや別に俺否定しないもん、毎回俺。ヒラちゃんはいいと思うならば、それいいと思うし。結局最後までずっとリズム良かったからね。うん、もうインフェいらないくらいまで見る。はい、でミニペリンはやっぱ正解だったね。そうね、だいぶ強い。なんか相手のキョスケも倒してくれるし、今だからクエイク合わせてって感じ。はいはいはい。でここで、でここで神フリーズ、神フリーズが来ますよ。これねえ、これで1本完璧だ。僕は僕が打ったんですよ。僕が打ったんですよ。これは僕のフリーズじゃないです。多分見てる人はあのね、分かりづらいと思うんですけど、それはまあ跳ね合わせたんですけど、タワー見てもらったら分かるんですけど、完封してるんですよ。確かに確かに。そうなんで、初めてじゃないこんなの完封勝負って。完封1ダメージも食らわずに、まあ、最後は金で打たれたけど、あれはちょっと野菜だけど、これしか持ってない俺。まあ、てことで、ということで、はこんな感じで、はい。はい、どうも。じゃあ、また、ご視聴ありがとうございました。